おはようございます。本日は2023年2月15日水曜日、ホームドートムント戦ですね。スタメンに敗れてます。それウェファーチャンピオンズリーグベスト16ファーストウェブということで、ちょっとドートムントも強い相手ですが、勝ちたいと思います。頑張りましょう。スタメンに敗れてます。ユニフォームどうしようか。待って、セカンドユニフォームかっこよくない？かっこいいんだけど、セカンドユニフォームいいな。これカップ専用ユニフォームかな。まあいいよ、これでいこう。このデザインなんかポケモンみたいだから。スライムゴーキーブデヘア、アンビザカ、リンダフ、マグワイア、エクステース、ポグバ、ファンデベイク、グリーンウッド、ブルーノ・フェルナンツ、ラッシュフォード、ワントップ馬ですね。サブがリシャルソン、ショー、マクトミネ、ヘンダーソン、カワーニ、バイリー、ペリストリー。やっていこう。勝ちたいね。ユナイテッドが2位通過で、ドルトムントが1位通過なんでね。ドルトムントの強い相手ですが、勝ちたい。何やってんねん。あー、なるほど。早く待つか言ってるな。皆さんこんにちは。こんにちは。UEFA チャンピオンズリーグはグループステージを終え、ノックアウトラウンドに入ります。いやー、ホームで勝ちたいね。アウェーゴールが勝ちたくない。この試合実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。見上がってんだ。福西さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ここからは同じチームと2戦して、負ければそこで終わりです。まずはこのファーストレグを優位に進め、セカンドレグにつなげていきたいですね。本日の試合はマンチェスターユナイテッド対ボルシアドルトムントのカードです。アウェーのことも、ユナイテッドのエンブレムの悪魔の上にある船ですが、マンチェスターが交易都市であることを示すものだそうです。そうなんですか。知りませんでした。勉強になります。さて、雨に包まれたスタジアム、両チームはこの雨にどう対処するのでしょうか。ねじ伏せるのか、それとも味方につけるのか。山頂に、チャンピオンズ勝つぜ。ドルトムントゴールキーパーのルーキーだけユニフォームスポンサー違うんだね。アンドップです。うん、外してんな。山頂は新シーズンユナイテッドといいますからね。2021-22 シーズンは楽しいですね。この動画が終わっている頃はもうプレミアリーグは開幕していると思うんですけど、ただこの動画撮っている時点ではプレミアリーグは開幕してないんですね。審判の社長なんか面白い話してるな。ドドンと、ハーランド、ミューガン、フランクとか、サンチュ、ミューカン、パーキー、ディレイド。豪華だね。ドイツもないね。ゲッツは PSV 行ったんだっけ。キックオフ。ドルトムントのキックオフで試合開始です。勝つ、勝つぜ。いわゆる。あ、どうぞどうぞ。いいよ。いいよ。いいよ。シュート。あ、そうなん。ゴールはゴールラインを割ってゴールキックになります。今にゴール欲しいな。ゴール決めたい、決めなかったりするから、ね、すぐにボールを戻しました。この試合はウェファーチャンピオンズリーグラウンド16のファーストレグ、現在は前半です。ノックアウトラウンドに入って、この先はさらに厳しい戦いですね。やめて、うん、スコア、はい、マーカス・ラッシュフォード、うまい。
さあユナイテッドが徐々に押し込んできました、はい、素晴らしいパス、はい、よっしゃー、マンチェスターユナイテッドのゴール、ありがとうブルーノ、よし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 、決めました、皆さんよし、冷静に決めてね、みんなダンス、よしよしよし、キーパーはなすすべがありません、至近距離からのシュートですゴール前での落ち着きが光りますね、入った、落ち着いてましたね、皆さん、やったぜ、試合はユナイテッドリードの状態で再開されます、さあ続けてね、ってこう、あれ5秒ですなよ、前から前から前から行け、ボールポグダ、あっちだ、危ない、サイドから攻撃でしょうか、危ない、あー、まあまあ、ドルトムントコーナーキック、今度怖いな、サンチェ蹴るのか、はい、アディア止めます、再びコーナーキックとなります、よし、フィア気は抜けない展開です、今かわした、さあどうする、視線が中にいった、さあ出すか、いいパス繋がった、これは狙います、もうリア、キーパー止めましたがまだインプレー、危ない危ない危ない、危なかった、よしよし、攻守の切り替えが大事です、トーマス・パーティ、パーティもかやばい、パーティも高いもんね、見て、ユリアン・ブラント、ブラント、なんて見て、なんて見て、ボールを奪った、いいタックルでした、よしよし、ぜひぜひです、ボールのハード、ドルトムントのファールだったようです、イエローカードはドルトムント、厳しいチェックでした、これはイエローもしょうがないでしょう、ラッシュフォード、ラッシュフォード、シュート、よーし、ナイス、ラッシュフォード、オッケーオッケーオッケー、ラッシュフォードゴール、いいね、セットプレーかね、セットプレー、フリーキックかね、低いボールをゴールに蹴り込みました、いやー、おかしませんでしたね、いいね、冷静でした、この角度からも見ましょう、ペナルティエリアで持たれて低めに決められてしまうと守る方としてはどうしようもないですよね、よし2対0、いいよ、ユリアン・ブラント、抜けてきてるよね、これできてるから、たぶんね、抜けてきてなかったら泣きそばだった、そうですね、これでレブレーカン、めっちゃダメだ、ドリブルパス、はい、選択肢は一つだけではありません、さあさあさあ、ファール、これはフリーキック、直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます、フンメルスにさえ止めないか、フンメルスにイエローカード、いい位置、セットプレー、ファースタイル、どうやってんの、なんで、いや一瞬カメ、一瞬カメラが切り替わったから変なとこ落ちちゃった、ゴールシーンですね、ちょっと何度見てもいいプレーですね、いいゴールだ、今のミス痛いな、チャンスだったのに、客席は落胆の雰囲気に染まります、あっスローインでゲームは再開されます、ブルーノ・フェルナンデス、今狙ってきた、今度はゴールならず、惜しい、はい、そうそううまくはいきませんね、ボールは来てますからまだまだ狙いますよ、惜しいなぁ、ここ決めたかったなぁ、
後ろも変えられるから後半で。ですのでいいよ。シュルツ。サンチョン。ユリアン・ブラント。友達にブラントを好きな人いますね。これはまずい。もったいない形でボールを渡してしまいました。ボールが中盤でカットされました。エムレカン。ボールを奪ったのはマンチェスターユナイテッド。ドニー・ファンデベーク。だからカーテンの趣味はホームカーテンかな。汗が垂れてきた。汗垂れてきた。エムレカン、ここは2人で回します。やめてやめて。うまい。怖い怖いよ怖いよ。はいはい、オッケー。はい、ほら、やるか。まだある。ユリアン・ブラント。エムレカン。エムレカン、競り合いになりました。シュート。やばい。エムレカン。おー、怖怖かったな。はい、ラファエル・ゲレイロ。エムレカン、ブルーノ・フェルナンデス。はい、いいか。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。今の複数ゴール最近ないからね。ナイス。これは残念。ボールを手放してしまいました。はい、いけ。シュートまで持っていきたい。よしよし。シュートは入るか。キーパー弾く。このシュートはわずかに枠の外です。難しい。あ、そこは流さないんだ。次は打ね。時半はこのまま終わりたい。おー、出てか？出てか？危ない。やばい、誰もいない。止めて。ユリアン・ブラント。止めて。ここは強引なロングシュート。ロングシュートを狙いましたが、これは外れました。アイシャン4分なんの？思い切ったプレーは大切ですが、もっとよく狙って打つべきでしょう。は？ユリアン・ブラント。ナイス。強い。体をうまく使います。ボールを取った。はい、まあ、いけ。いいな。あ、終わった。よしよしよし。いい時間じゃないですか。ここでハーフタイムを迎えます。いいよいいよ。無失点で終わろう。で、3点目入れたいな。これよく押したいですよ。かったな。ビジャレアルズミナーは1対1。行きましょう、後半。マンチェスターユナイテッドの選手交代です。後半、キックは。レフリーが笛を吹き、後半が始まりました。はい、足で。足で。足で。このシュートはゴールにはなりません。雨のせいにしちゃいけないですよね。あ、ごめんなさい。雨のせいにしちゃいけないって。ここはサイドへパスを出します。ユリアン・ブラント。山頂、分かってるな。山頂、山頂。分かってるな。先方に運びました。はい。
はい、ブルーノ・フェルナンデス。よしよし、さあどうする、よし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 、ブルーノ・フェルナンデス、うわ、キーパー止めましたがまだインプレー、シュート、主審がオフサイドの判定です。え、いやぶつかったか、パスで長かったんだよ、これもコース買ってるしな、メカン、ウィリーが取ってるのに、23番メカン、さあ動いてきました、流れを引き寄せたい、いやー今決めたかったな、チャンスはその方が多いよね、このボールは重要です。うわ、ボールを取られましたがすぐに奪い返しました、こっちいな、はい、フラッグが上がっています、オフサイドです。はい、作っていこう、アレックス・テレス、あれ攻守の切り替えが大事です、トーマス・パーティー、パーティー、オッケー、うわ、ラファエル・ゲレイロ、くしゃみ出そう、くしゃみ出ました、レイを勝ちました、うまくつないでいましたが、はい、ここでボールを失いました、うん、スコット・マクトミネイ、はい、いやダメか、サンチョ、これで、あはは、怖、ディフェンスが勝ちました、いる、オッケーオッケーオッケー、はい、今行け、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました、果敢に仕掛けてボールを奪いました、はい、アレックス・テレス、はいはい、いやーダメか、それ取んないか、いやーいいボールを奪いました、いやーナイス、ボールが外に出ました、いや感じに合えたと思った、ボルシアドルトムントのコーナーキックです、お疲れ、あれウェイクじゃん、両チームとも選手を交代するようです、ハーランドされたな、ドルトムント厳しく頑張れ、はい、やめて、これはやばい、わずかに枠の外でしたね、こわこわ、危なかった、さあチャンス、チャンスよ、サイドをえぐって中を見る、はい、このボールはディフェンスに弾き返されます、はい、ラファエル・ゲレイロ、マヌエル・アカンジ、もったいない形でボールを渡してしまいました、はい、いやーなんかマクトミネにやらない、ボールを取りました、はい、さてどうする、はい、ポグバ、はい、スコット・マクトミネ、設置じゃな い, い, いタイミングでしました、マクトミネ今日悪いぞ、少しは楽になりましたね、マクトミネ、ダメ、ユリアン・ブラント、ボールをダッシュ、寄せが早い、もう一点取りたいんだけどな、トーマス・パーティー、ユリアン・ブラント、おーおい、あ、ラファエル・ゲレイロ、やばい、いいクロスが、やばい、ディア、ディバラ、あー、ディバラですか、これはディバラ、手が入ってんだ、危な、いや、完全これ言い合えると思ったけど、ディアも圧力だったから怖かった、あ、まあ、お疲れさん、マンチェスターユナイテッドの選手を交代します、ジェイソンの主人かフィハの会長にハグって言っちゃったからかな、カバーニ行け、カバーニ珍しいね、ラルタもベンチ外だし、マーシャル移籍したし、リシャルソンに行くのかなと思ったけど、カバーニ来たね、やばい、シュートを打ってきた、このシュートにはなんとか反応しました、やばいやばいやばい、
間に合い間に合い、走れ。ボールをサイドへ展開します。ポール・ポグバ、ボールを奪い返しました。ラファエル・ゲレイロ、カバーニーどうしな。体を当てて取る、奪った。やばい。マヌエル・アカンジ、やめて。あ、ごめん。ラファエル・ゲレイロ、相手のゴール前でパスを回します。やだな、それやめて。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。なるか。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。そう、ドルトムントの選手に交代があります。オカンボスか。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。いけ、アイス2分見せてんだよ。大丈夫、あ、よいよいよ、よし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 。はい、ブルーのフェルナンデス、いいか。いや、これはいい位置だ。よし、終わった。よし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 、いい勝利で、これは試合は終了です。後半点入れられなかったんですけど、試合終了のホイッスルです。あれだけど、このホーム&アウェー戦、チームはファーストレグに勝利を収めました。でかいよ。今日は快勝でしたね。これで余裕を持ってセカンドレグに臨めます。ジグナイズナパークで大勢で負けなければ大丈夫。アウェーゴール当たらなかったのよかったね。いやもう汗かいちゃったよ。よかったよかった、勝ちてよかったね、いいんだよ。ペース、あーほっとしたな。そう、かなり緊張してたんですよ、ちょっと。今日ね、視聴者さんにカフェインの対策気をつけてくださいねって言われたんで、最近フィアを取るときカフェイン取ってないんですよ。なんで今日は水を飲んでました。で、7.4 か。NG はブルーの辺なんです。7.1。まあ、アシストしたもんね。ハンディウェイクもアシストしたけど、6.5 か。今もう7.4。うん。ブルーのと出したことが8点台ですね。ドルトムントはこんな感じです。サンチュは？サンチュボランチにいるのは 6.6。オッケー。よし。いやよかった、勝てた。お、マグワイア、マンチダンスです、ね、満足系。よかったね、マグワイア。数百点。トレーニングしてきます。さあ、中3日でのアウェーベストム戦。スタメンに言われてますね。よし、監督からの期待に応えてるよ。順位表見るか。次、チャンピオンズリーグから見る？チャンピオンズリーグ、ファーストリーグは、ミランとビジュアルは2対2か。こっちもあるんだね。よし。で、プレミアリーグは現在ユナイテッドが5位、ウェストハムが13位ですね。ちょっと、トッテナムが、独走ではないか、シティまでまだ可能性があるね。シティ、リバプールもまだ全然可能性はある。よし、というわけで、今回この辺に終わりたいと思います。いやー、ドドンと行かせてよかった。今後に行ってみるか、最後に。ウェストハムになったらしばらくないのか。で、あ、FA カップ。どこをここ。アマチュアのチームかな。エミューかっこいいな。まあ、この試合は全部かかんないけど、
一戦一戦大事にね戦っていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。またねー。